これからギターを始める方、始めたばかりの方は結構これを見落とすとまずいっていうことがあります。上達のスピードがかなり変わってきます。こんばんは、ほせ田中です。えー、皆さん元気ですか僕は今まで本当にたくさんの生徒さんたちを教えてきて それで中にはプロになった人もいますたくさん教えてきた生徒さんたちの中で上達するのが早い人とそうでない人の違いは何か今これから僕が話することを踏まえて練習していけば必ず上達のスピードは上がっていくと思います上達するのが早い生徒さんとそうでない生徒さんの違いって何だと思いますか 今上達なかなかしないと思っている方はぜひこの動画を見て参考にしてみてください。ギターの上達に大事なこと2つあげろって言われたら何あげますか。曲の練習ですか。テクニックの練習。スケールの練習でしょうか。結構これを見落としている人が多いんです。何かっていうとギター練習するのに上達するのにすんごく大事なのが 聞く力をつけるってことです聞く力が養われないといくらスケール練習しようが曲を覚えようが上達しませんなので聞くく力を養うことがすすごく大事です僕が過去に教えてきた生徒さんたちの中で最初これらのことをできない方たちがたくさんいるんですけど毎毎週毎週注意ししながら直していってもら直ててっもうんですねこれができるようになってきたら生徒さんの上達スピードが全然変わります。 まず耳を全然使ってないタブーに頼りすぎる先生の模範演奏をちゃんと最後まで聴かない4チューニングをしないまたはチューニングが甘い5つ目メトロノームを使って練習しないこの5つです上達するのに必要なのは曲曲を覚えたりとか理論を勉強したりっていうのもすごく大切ですけれども聴く力を身につけないと上達しないです。 僕が弾いて模範演奏とかすると目でばっかり見てる生徒さんがいます。で目で指ばっかりを折っていてで聞いてないんですね。で中には目で折ってそ,その場ではパッとなんとなくできるんですけど結局次のレッスンに来た時にできてないってことが多いです。中にには目でコピーするるのが得意にな,なる 生徒さんもいて割と器用にその場ではパッと取れるんですけどそういう人も耳を使っていないとすぐ音楽抜けていきますで帰って次のレッスンに来た時に前回教えたことがちゃんとできなくなっていますなんとなく弾けてるような感じですけど結局音が間違ってたりリズムが取れてなかったりします大体の場合は目でばっかりで耳使ってないですどうすれば耳が良くなるかっていうとやっぱり 普段のレッスンや普段の練習から耳を意識して使うようにするということです例えばチューニングはこまめに行うチューニング本当に生徒さんの初心者の方であもうだいたい合ってるからいいとか多少狂ってるけどもほぼチューニング合ってるからとかそういうのではチューニングが甘いギターでも聞き取れなくなってくるんでチューニングはこまめに きっちり行うこと先生の模範演奏とかはしっかり聞いてそして楽譜なり指を見て学ぶってこと一体先生の演奏を見るときた例えばあの YouTube とかでもそうですけど目でばっかり追って耳を使うのを忘れてないですか耳耳で例えば耳8割割目の情報2割ぐらいいいいとかそれぐららだったらいいです目で見るのが9割で10%の耳だと上達しないです。 まずアクティブリスニングとパッシブリスニングというのがあってパッシブはその何かをしながら音楽を聴くということで,でアクティブリスニングというのはちゃんと音楽だけを聴くということです。これから音楽を勉強したいという方はき、まあ、もちろん何かをしながら聴くのもいいですよ。それが全く ダメって言ってるんじゃないですけど、やっぱり聞く力をつけるにはアクティブリスニング、こうスピーカーの前にステレオの前に座って音楽だけ集中して聞くでその間に携帯をいじったりそういうの一切なしで聞くってことです。そんなに長くなくてもいいです。十分でも一曲だけでもいいです。自分がこれから覚えたい曲とか憧れてる曲、それをそれをスピーカーの前でちゃんとこう聞く。 もう目をつぶって聞くで真剣に聴き入るそれが大事です筋トレがスケールとかテクニックのとか曲の練習だとしたら聴くのが食べるのと同じぐらい大事なんで筋トレでちゃんとした食事をとる栄養素をとるっていうのと同じですきちゃんといい音楽をちゃんと聴き入る聞真剣に聴くってこと何かをしながらじゃなくてちゃんと聴く チューニングをするこまめにするそれをしないとチューニングが狂ってても聞き取る力が取れないですメトロノームも聞く力の練習になりますメトロノームを使った練習メトロノームを聞きながら自分の音を聞いてリズムが取れているかどうかっていうのも聞く力の練習になります自分はた例えば自分はリズム感がないとか音感が悪いからとか思っている生徒さんがいればきっとそれは耳を使って 使う練習っていうか耳を使う癖が聞く癖がついていないんで聞く習慣をつけっていくことによってその辺は改善していくと思います。